カシミン焼きまたはかしみは、水に溶いた小麦粉を鉄板に丸く伸ばし、上に刻みキャベツと鶏肉と牛の油のミンチを乗せて、焼いた料理。一線洋食の一種で、大阪き岸和田市の地元料理。カシミンの洋食お好み焼きの具材としてよく用いられる、豚肉やイカなどではなく、相対的に安価な関西でいう、カシワと牛種のミンチを乗せて焼いたものであることから、 この二つの具の名前を短く組み合わせて、かしみんやかしみと呼ばれるようになった。岸和田周辺では柏を使ったお好み焼きもよく見られ、これは関西各地で出す店も存在するが、牛脂を組み合わせるのは岸和田周辺に限られるため、地元料理とされる。現在の関西地方で、一般的な混ぜ焼きではなく、戦前の洋食焼きのスタイルを継承している。 水溶きした小麦粉だけを先に丸く焼いてからキャベツを乗せ、ベッ鉄板で軽く炒めた鶏肉と牛脂を上に乗せ、その上に溶いた小麦粉を少しかけてひっくり返し、キャベツが蒸されて柔らかくなるまで焼く。鶏肉だけでは焼くとパサつきが出るが、牛脂を加えることによってパサつきを抑えるとと,ともに濃厚さが出せ、また甘みも加えることができる。また、鉄板への焦げ付きを防ぎ、 香ばしい焼き上がりにすることができる。これらはお好み焼きによく用いられる。油の多い豚バラ肉と同様である。仕上げの味付けには、ウスターソースのほか、醤油を使う場合もある。岸和田市内のお好み焼き店でも、必ずしも提供しているとは限らず、多くは旧紀州街道周辺など、海岸に近い地域で提供されている。南海電気鉄道岸和田駅周辺で出す店は、 限られる。貸し民焼きを出す店がある地区は、岸和田断じり祭りに積極的に取り組む地区であるため、祭りの当日には営業を休みにしたり、別の品だけを出することが多い。南海電気鉄道、春木駅付近や大阪市内でも提供する店があるが、少しアレンジされていることが多い。ありがとうございます。